ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。序幕、始まりは目覚めから。チックタック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 目覚めの時間。寝た。あ、そうだ、バイト行かなきゃ。ちょっと遅刻か。店長時間にはうるさいからな。
最近は不景気で客が減ったとか言ってたけど。コーヒーだけじゃなくてお菓子とかも売りゃいいのに。今日は静かだな。おはようっす。あれ、客が来てるのに誰もいねえの？いらっしゃいませ。すみません、ちょっとみんな外してるみたいで。ん？おっと、いけね、水。水はいいわ、お酒じゃなくてコーヒーを一つお願い。あ、お砂糖たっぷり使うから瓶ごとよろしくね。はい、コーヒー一つですね。砂糖は瓶ごとお持ちします。ってコーヒー作ってねえじゃん。まったく、何やってんだよ。すみません、少しお時間ください。いいわよ、私は急いでないから。お待たせしました。ありがとう。なんだよね、お客さんがいるんだぞ。まあ、呼び捨て禁止。あと、名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶこと。だから、声大きいって。すみません。なんだよ、お姉ちゃん。いや、なんだよじゃなくて。あ、ところで、その頭。頭？それより、今日って誰かに会った？誰かに会ったって、今姉ちゃんに会ってるし、そこにお客さんもいるだろう。あ、本当だ。本当だって、何それ。あ、でも、ちょっと、いいからこっち来て。なんだよ、おい。誰もいないって、そりゃ。ほら、ほら、ほら。え？ねえ、店にさっきのお客さん以外、誰かいるの？いや、今日は誰にも会ってねえけど。ねえ、これってなんかおかしいよね。さあ。本当に何も覚えてないのね。え？今なんて？あなた誰？この町の人じゃないですよね。おい姉ちゃん、本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体。私のことはエナクロと呼んでくれればいいわ。もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか？ええ、いないわよね。ずっと前からだけど。
ここはあなたたち二人だけの始めから終わってる時すら存在しない世界。ああ意味不明すぎんだけど。ただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたからちょっとびっくりしちゃった。あなた何を言ってるんですか？まあ目覚めたのなら物語を進めましょう。さてと、タマ。はい、なのです。あ、いつの間に俺の頭の上に。あ、やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い、私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。あ、ちょっと待ってください。ということで説明はタマが引き受けます。何が聞きたいのです？って何が聞きたいじゃねえよ。なんで俺の頭の上に乗ってたの？そもそもなんでキツネが喋ってんの？そこから説明するのですか？はあ、確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ。ちょっと落ち着きなよ、ラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ、中でコーヒーでもどうです？あ、いただきます。って、中のコーヒーって俺が入れたやつだし。てか姉ちゃん純能力高っ。まあまあ、落ち着くですよ。そうだね、ランは少し落ち着いた方がいいかも。あ、砂糖どうします？ランは砂糖3つだよね。私は1つでいいよ。じゃあ中でコーヒー入れるですね。だから、興奮してるのがバカバカしくなってきた。ミラージュ使い？俺たちが？はい、なのです。その生まれ持った奇跡の腕はその証たる印なのですよ。この腕？奇跡の腕？マジで？あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのです。そして七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは一度は世界の王たる資格すら得たのです。はあ、世界の王？そのミラージュってのを刺激して？どう聞いているのです？誰から？もちろんエナクロ様からなのです。何はともあれ久しぶりにミラージュを使ってみるのですよ。どうやって？まずはタマのガーデンジェムを進呈するのです。なんだこれ？このガーデンジェムがあればその中のミラージュを自由に使うことができるのですよ。じゃあ早速戦闘の開始なのです。
おいで。疲れたので終わりなのです。わかったですか？ランとレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのです。マジで？俺たちが？はい、マジなのです。とても信じられないでしょうね。その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。あ、そっか、この世界と一緒に切り離されてるからか。ん？もともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね。でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのです。そんな、まあとにかくこっちに来て。この光の先にあるこことは違う世界、グリモアル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？そうよ。もう一度集めてみる気はある？そのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですか？さあ、それはどうかしら。記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし。でもあなたたちが覚えていなくても、あの世界はあなたたちを知っているし、記憶の鍵や記録は必ずあると思うわ。つまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですか？そうよ。それにミラージュを集めていけば、やがてあなたたちは家族にも会うでしょう。家族に？そうか、俺たちにも母さんや父さんが。ええ、それでどうするどうする？グリモアルに旅立つの？第一幕、プリメロの世界、グリモワル。ここがグリモワル？うわ、姉ちゃんもだけど。ほら、きっ
とそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？ほんと何者だよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。まっすぐ進めばいいんだよな。ここは一本道みたいだしね。まさかこんなところで迷子には。なるわけないって。多分あいつもミラージュだな。ひなチョコボなのです。早速あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのです。よっしゃ。キューレおエナクロ様印のミラージュ図鑑に記録されるのですが。おお、そんなのまであんの？あるのです。その図鑑に記録された時に最初の一つだけそのミラージュのジェムが手に入るのです。まずはあいつを弱らせてそれを使ってみるのです。来い！
ジェムにひなチョコボが入ったね。はい、なのです。次はそのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。ああ、ウッズヒルでタマがラーンに乗ってたのはそののせのせって状態だったわけね。はい、なのです。こうしてるとタマはとても楽なのです。お、楽なのか。のせのせしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしてるような状態になるのです。もう、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティものせのせしてる組み合わせで変化するのです。アビとかはよくわかんないけど、合体して出す必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。ラーンが言う合体が解除されちゃうってわけね。うん、それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分回復と攻撃にコマンドを分けるとかいろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。ちなみにレーンとランはオービトサイズとプリメロサイズでのせのせできる組み合わせが変わるのです。自分より大きいサイズのものを上に乗せることはできないので、ミラージュを上に乗せたいときはオービトに、自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです。試した方が分かりやすいのでミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよ。行き止まり？他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はい、なのです。よく見るのです。この壁っぽいやつは超大ゴーレムなのです。もしかしてミラージュなの？普通のミラージュとは違うのです。世界中のいろんなところにいて欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです。何を渡せばいいんだ？
欲しいものがみんな違うので、まずは頂戴ゴーレムを調べてみるのです。頂戴。どこにあんのそれ？さっき捕まえたヒナチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でヒナチョコボのアビリティを解放するのです。見つけ頂戴。あ、消えた。へえ、ヒナチョコボがアイテムを見つけてくれたおかげだね。へっへん、こうやってミラージュと協力して先に進んでいくのです。ミラージュボードにはアビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。冒険も戦闘も楽になっていくこと請け合いなのです。あれ、なんか見つけたぞ。ここに残ることはできなくなって元の世界にぼわっと帰るのです。へえ、あれ、こういう話、あれ、こういう話前は誰に聞いたんだっけ。思い出せそうで思い出せないな。今度はなんだ。ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ？じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。
強そうじゃね。ちょっとラン、どうするのこれ。ダーククレバスにはこんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのです。あるのですって今さら言われても。あら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺が？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにして、ここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使っているので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つをニエにして時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんかタマってすげえ。ピッヘン。あ、でも今は二人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK。たっぷり休んでくれ。はい、なのです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ、誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのね。タマをよろしくね。ラーンのバイト先の方っていうと、ラーンのバイト先の方っていうと、本当に小さいプリンメロの人？あら、ちょっくりん！こんにちは。はい。どうも、こんにちは。ここ、静かでいいところね。どなたなのです？あ、私はチョコラッテよ。ふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じ。はい。もともといろんなところに流れ流されちゃうのよね。あ、
いらっしゃい、いいものあるわよ、ちょんちょこりん。してんの？しかも金もしっかりとんの？当たり前でしょ。まあまあ、私も流れ流されながらいろんなものを集めるから、ちょこっとよろしくりん。あ、チョコラッテのショップ。毎度。そろそろ向こうの世界に戻ろうか。あっほりゃ！こんなことするのはセラフィーなのですね。そりゃそうですよ。自分だけ目覚めて私に声をかけないなんて、そんなひどい玉に育てた覚えはないですよ。セラフィーになんて育てられてないのです。誰？はいはい、私は可愛い風の妖精セラフィーちゃんです。得意なことは噂を集めることと、そうですね、今は金庫番なんかもできます。はい。金庫番？そうそう、それで出てきたんですよ。ガーデンジェムもあれです、結構集まりました。まだそれほどじゃないけど。まあまあ、すぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ。確かに意外とかさばるしな。そんな時はセラフィーちゃんにお任せ。エナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので、好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないので、こことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますので、よろしくね。お細かいところはよくわからないけど、よろしくね。あと、これ私の眷属のガーデンジェム、私と同じで超可愛いから大事に使ってよ。こいつはこういうやつなのです。さてと、あとはあなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか？うん、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい、ナインウッズヒルのマスコット妖精の役割よろしくされました。誰もよろしくしてないの？どこに行くんですか？どこって、ここではないどこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど、それにまだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか、頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それ当たり前のことじゃ。そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ。何が？世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると
世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって。てかさ、そもそもあんた何者？私は神様よ。え？嘘とも言い切れないけど、すごくなんか中途半端というか、あんまし何もしてくれてないというか。まあエナクロ様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。そうなんだ。やれやれ、やっと戻ってきた。誰のせいだっけ？さあ、誰？ちょっと。やったな。よかった。
シッと決めるよ。マジで行くぜ。でも、こんな見えてたっけ？一度戦闘したので、情報が見えるようになったのです。他にも、ライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです。覚えといて損はないのです。そうね。はい、覚えといて損はないのです、ラン。なんで二度も。それも名指し？第2幕、予言に歌われる兄弟。
あの橋の先にあるのって町なのか。なんだか懐かしい感じがする景色だね。姉ちゃん、ここ座ろうぜ。うん。いや。人間ちっこいな。おっと、珍しい。久方ぶり。